アスナ、第二部隊の隊長さんを呼び出して悪い。協力してくれるか。キリト君、もちろんだよ。そのために来たんだもの。よろしくね。キリト君、隠れて。リーズ、来てくれてありがとう。力を貸してくれるか。ええ、神獣の剣ではキリトに助けられたし、借りが返せて嬉しいわ。あたしにドーンと任せなさい。ちょっちょっと片付けてくれるぞ。よし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 、シノン大先生、ぜひともお力をお借りしたく。あら、殊勝な態度ね。よろしい、マダンの射手の力とくと見せてあげるわ。セルカ、行けそうか。嫌だったら行ってくれ。戦いを無理強いしたくない。行けるよキリト。みんなの力になれるならと思ってきたの。それに一緒なら怖くないわ。俺たちで守るぜ。よし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 、さて、連戦もこいつで最後だ。いけるかリーファ。もちろん、さっさと倒してラウンドロビンを悔しがらせてやらなきゃ。ああ、俺たち兄弟を敵に回したこと後悔させてやろうぜ。よし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 、リーファ、大丈夫か？あまり無理するなよ。平気。キリト君こそ息上がってるよ。
下がって回復しなくて大丈夫？確かに疲れてるけど交代はしない。なんで？私が守ってあげるよ。おいおい、あのな、兄っていうのは妹が見てる前ではカッコつけてなんぼなんだよ。それは俺の役目だ。誰にも渡さない。リーファー俺が守る。交代はない。全身のみだ。もう、そういうとこがダメなんだよ、お兄ちゃん。あ、なんだよ、今悪いこと言ったか。わかります、非常にわかります。そういうところですよ、キリトさん。本当です、キリト先輩はそういうところが罪人です。いいな、キリトが兄ちゃんだなんて。いいな。なんで僕までどうした？無自覚に人の心をつかむから被害者がこんなに。もうお兄ちゃんのバカ、アホ、さらし。なぜ俺に罵倒を？敵は前だぞ前。俺は味方だ。分かってるよ。でもありがとう、最後まで私を守ってよね、お兄ちゃん。お、あ、お、任せろ。キリト、よく敵を倒してくれた。リーファも健闘感謝する。これはわしからの礼じゃ。ありがとう、カーディナル。大切に使うよ。いいなあ、いいなあ。ねえ、お兄ちゃん、こういう時って兄は妹に譲るものなんじゃないの？いや、勝負は勝負、弱肉強食だ。だから俺はあえて言おう。兄の力を思い知ったか。おっとすまん、リーファーもらえないんだったな。悪い悪い。お兄ちゃん嫌い。それは冗談でも HP 削られるからやめてくれ。削ってやる、バカバカ、嫌い嫌い。仲が良いな。それじゃあ私はみんなのところに戻るね。お兄ちゃん体調なんだからしっかりしなきゃダメだよ。失礼だな、俺はいつでも貧困法制で真面目だろ。またそういうデタラメを。ねえ、でも本当にしっかりね、お兄ちゃん。鈍感だから。あのログって子ちゃんと見てあげてね。会議の時とかもお兄ちゃんのことをずっと見てたよ。ログが？うまく言えないんだけど、お兄ちゃんと話したいのに話してもらえなかった昔の私みたいだった。その件についてはごめん。ううん、今そこを責めてるんじゃなくて、あの子はきっとお兄ちゃんが大好きなんだと思うよ。でも好きなのに視線を返してもらえないのは悲しいから、ちゃんと見てあげてね。わかった、ログのことは任せてくれ。これから見逃さないようにするよ。あの子のことだけじゃないんだけどな、視線を返してもらえないの。え？どういう意味ですか？別に、お兄ちゃんは罪作りだなって思っただけ。すぐ？おい、すぐ！また何か怒らせたかな。いろいろ考えることは増えたが、地上の問題は片付いたし、また地下迷宮を攻略しよう。
う少し休んだら行こうか。状況を考えると休んでいる場合ではないのですが、こうも戦い続けるとさすがに疲れますね。戦いにも影響が出るし、休むときは割り切って休もうぜ。あれ、ログがいないな。また単独行動してるのか。あいつ、休憩しろって言ったのに。仕方ない、探そう。魔獣か。まいったな。一人でも行けるか。キリト。どうして一人でいるんだ。危ないだろ。単独行動はいけないんだぞ。ローグ、そりゃこっちのセリフだ。とりあえずこいつには対処してもらうぞ。うん、わかった。キリトのことは俺が守るぞ。二人でなんとかなったな。ローグ、何やってたんだよ。一人で考え事。休憩中は自由にしていいって言ったのはキリトだぞ。だから散歩してたんだ。あ、なるほど。俺の言い方が悪かったよ。あ、子育てって難しいな。とにかくみんなのところへ戻るぞ。なあ、その前に聞いてもいいか。キリトはさ、ルーリットの村にいたことがあるんだろ。ああ、俺はベクタの迷子だったから少しの間世話になってたよ。それがどうかしたのか。他には覚えてないのか。言ってたじゃないか、小さい頃ユージお兄ちゃんやアリス姉ちゃんと一緒に遊んでいた気がするって。そしたら当然ルーリットの村にいたはずだろ。住んでた場所とか覚えてないのか。まあ、完全な記憶ってわけじゃないからな。でもそうだな、家庭として考えてもどこに住んでいたんだろう。思い出すのは幼馴染のことばかりで、親の記憶も家の記憶もない。あまり重要なことじゃないからかな。そっか。そういえばログはどこの出身なんだ。あの話が起こった村って。うん、それなんだけど、実はキリトと同じルーリットの村なんだ。俺孤児だったから小さい頃は教会に住んでた。え、そうなのか。ルーリットの村で。嘘なんかつかないよキリト。じゃあ、あの右目の封印の話はそこで起きたことなのか。うん、初耳だったよ。あ、そうか。もしかして俺たち過去に出会ってたりするのかもな。そうだと思う。可能性はあると思う。小さい村だし、年だってそんなに離れてるわけじゃないだろ。あのさ、もしその頃会ってたら、キリト、俺と
遊んでくれてたかな。おログとならどこでも冒険できそうだしな。きっと俺たちたくさん遊んだと思うぞ。かけっこしたり、木登りもいいな。魚釣ったり、木の棒を拾って剣士ごっこ。それってさ、それってすごくすごく。ログ、どうしたんだ。泣いてるのか。どうして。わかんない、俺最近変なんだ。キリトと俺は魔獣が襲いかかってきてたあの時に初めて会った。そのはずなのに考えちゃうんだ。小さい頃もし一緒に過ごしていたらって。そんなはずない、わかってる。俺は孤児で一人ぼっちだったし、家族も友達もいなかった。キリトがいたはずない。キリトだって記憶があったとしても覚えてるのはユジオとアリスのことだけだ。俺はいない。でも俺、でも俺考えちゃうんだ。キリトがあの頃いたらって。考えると胸がグッて苦しくなって、瞳の中がくしゃくしゃにかすむんだ。喉の奥が熱くなって叫び出したくなる。変だよな、出会った時から俺キリトと遊びたいって思ってた。離れたらダメだ、一緒にいなきゃって。どうしてたか思ってて、無理やりついてきちゃった。俺きっと一人ぼっちで旅をしすぎて頭がおかしくなったんだよ。だから気にしないで、放っておいていいよ。別に変じゃないだろ、キリト。全部終わったらたくさん遊ぼうぜ。カセドラルでかけっこしたっていいよ。多分怒られるけど、お前弟みたいなもんだし、一緒に怒られるのも楽しい思い出になりそうだ。新しい思い出を作ればいいだけの話だよな、ログ。うん。涙止まりそうか。うん、先に行ってていいよ。そんな寂しいこと言うなよ、もうちょっと二人でいようぜ。いいの。もちろんだ。寒くないか。うん、俺あと少しで泣き止むから。あ、そしたらさっきより昨日より強い俺になるから。わかってる、ゆっくりでいいぞ。もうちょっと一緒にいてくれ、キリト兄ちゃん。あ、キリト兄ちゃんに任せておけ、ログ。地上の厄介な敵も倒してきた。あとはあんたともう一人の四強とラウンドロビンだけだ。お前たちは今のところ最もアリスの雛鳥に近い存在だとメディエタは認識している。だからメディエタはお前たちを苦しめる。苦難を乗り越え事故を見出し新たなる進化を遂げさせるために。俺たちはそんなこと望んでいない。そのためにたくさんの人が犠牲になることも。
望む望まぬなど関係ない。世界がそういう風にできている。それに抗うことはできない。できないかどうかはやってみなくちゃわからない。では来い、人界の守護者よ。お前のその考えをメディエタが否定してみせよう。ああ、望むところだ。なぜ抗う、人界の守護者キリト。お前だけは陛下がなさることの意味がわかるはず。どういうことだ。メディエタは気づいた。お前は他と違う。俺がリアルワールドの人間だと分かったということか。お前は誰とも違う。人界の者と我らと戦って分かった。だったら何だ。理解できるはずだ。誰が何を思い何のために戦おうが結局は意味がないと。そんなことない。価値のある存在は一握り。他は無価値に等しく、散ったとしても花の花弁が落ちただけのこと。お前のしていることは無価値だ。結局は最後の瞬間を迎えるときにそう気づく。ならば今諦める方がいい。子供がむやみに傷つく必要などない。あんた他と違ってまだ話せるやつなの。こうなって残念だよ。あいにくこっちには守るべき存在がたくさんあるんだ。諦めるならそっちが諦めてくれ。整合機をめぎれた。世界もそれを望んでいるというのにうなずかんか。愚かな子供、哀れな剣士よ。ならば容赦はしない。その命無意味に散らせ。ジェネレーター組み合わせ。
メディエタが負けるか。世界はそれを望んでいるのか。だからメディエタは負けるのか。違う、世界なんて関係ない。俺たちの意志の方が強かった。俺たちは絶対に負けられなかった。ただそれだけだ。あんたも強かったよ。でもどこかあんたの戦いは空虚だった。空虚か。それはお前たちもそうだ。意味がない。何もかもお前たちもメディエタも意味がない。ランド・ロビン様にとって意味がない。ランド・ロビンにとってどういうことだ。意味がない、意味がない。この命は意味がない。だが果てることで意味をなす。陛下、メディエタは意味がない。意味のないメディエタはあなたのお役に立ちましたか。かわいそうだった。なあ、あいつかわいそうだよな。使い捨てだよ、他のやつも。ログ、なんでだ。ラウンドロビンの仲間なんじゃないのか。それは本人にぜひ聞いてやろうぜ。俺たちはあいつを倒すために戦っているんだから。ええ、先に進みましょう。あ、待って、これメディエタの武器のかけらですね。持って行ってもいいかな。今は前みたいに喜んで持ってくことができないや。元は俺が言い始めたことだし、ログが気にすることじゃないさ。それにカーディナルの解析だと、この武器も前は違う役割をしていたものを変換して作ってできたそうだ。誰のものというわけじゃない。ログの武器もいつかは誰かに受け継がれる。そう考えておけばいいんじゃないか。そっか。そうだよ、締めっぽい顔似合わないぞ。うん、ありがとう。俺の武器もいつかは誰かの武器になる。それならいいよね。大切に保管する。ジェネレートルミナス。